はいえー、人工知能時代の日本語教師研修の皆さん、こんにちは、はいえーと。これは第4週のビデオですね。第4週は AI で文法を教えることができるというあのキャンドルになっています。はい、であの文法をです、ね、教える時にこれはあの AI、つまりチャット g p t とか、ねえー、それを使う前に、まあ、基本があります基本、ねはいでえーと。文法の教え方の基本としては あの説明する前に例文をたくさん聞かせるっていうことですね。えー、例文をたくさん聞かせて学習者が自分でそのルールに気がつくその文法に気がつくでその時に、まあ、気がついてからあの、まあ、気がつくっていうかねあれもしかしたらこういうルールがあるかなというふうに。 そういうふうに思ってきたときにあの説明するんだったら説明します。まあ必要ないときもありますね。学習者が自分でルールに気がついたときは、まあその場合はもう説明もしなくていいときもあります。はい。じゃあここのところで AI を使うとね、えー、チャット GPT をどういうふうに使うかっていうと、ここでね、例文をたくさん聞かせる。まあ見せるでもいいですよ。あの、えー、っと、 チャット GPT は、ね、字ですからね字を見せるわけですからここで読んでもらうそれからまあ最後に必要なら説明するというここでチャット GPT を使うことができますはいえっ、ー、とこれでねあのこの時に使うプロンプトはこういうのをね最初にあなたはプロの日本語教師ですって入れるととてもいいです、まあ、ここはね例として条件説のとを教えるための春になるとを含む 例例文を10例上げてくださいえこういうプロンプトですね。はい、まあそうするとねま、まあ普通によくある教科書とかにも載ってるぐらいかもしれません。あ、でもちょっと難しいかな。えっ、ー、とね、この等を勉強する段階より少し難しいかもしれませんが、でも全部英語の翻訳がついていますので、それでもあの意味は分かりますね。どんな時にこのとが使えるかっていうのはわかると思います。今ここ9までしか見えてませんけど、あの この後に10個目も入っていますはいでね同じようにじゃあたらねよくね「と」と「たら」は何が違いますかって質問されることがありますから、えーまあ、そのために何をしてみるかっていうとさっきと同じですねあなたはプロの日本語教師ですと条件説の「たら」を教えるための「春になったら」を含む例文を10例あげてくださいというふうに、えー、そしたらこういうふうにたくさん出てきますねはいででこれであの あのこれをねさっきの「と,と」ですねこれとこちらの「たら」ですねこれをあのまあ比べてもらってあの自分たちでえ気が付いてもらうと一番いいんですけどもしね気が付いてくれなかったら「と,と」の時はねこれ「ます」が多いですよねっていうかみんな「ます」ですよねっていうことを言って「たら」の方は「ます」以外もありますよねと「ます」もあるけどねはい。 あの特にこのね、えっ、ー、と、行きたいとか、始めたいとか、そういうのはこちらのマスの方にはない、あマスじゃないや、なると、春になるとの方はありませんよねとか、そういうことを言うのもいいかもしれませんね。はい、で、まあ、それであの気がついてきたら説明をあのするとして、その時もそも、こういうふうにですね、えーあまあ、これはね、英語で書いたんですけど、まあ、さっきと同じ意味ですねあの、あなたはプロの日本語教師ですと、その えー、条件説の「と」と「たら」の違いを説明してくださいっていうふうに書いてありますね。はい、でね、あのでまあ、そうするとこういうふうに出てきますが、まあね、あんまりそんなに間違ったことは、えー、書いてないと思います。はい、こちらが都の「と、えー」あの説明ですね。はい、そしてあの、こちらがその続きとしてね、「たら」の説明が書いてあります。 まあ説明もそんななにあの悪くはいいと思いますね,、まあ、ね私だったらこの、えー、さっきのねあのこういう「行きたいです」とかあの「してください」とかねそういうのはその春になる等のところには出てこないんですよとかそういうことも言うと思いますけどでもまあこれでももう十分いいんじゃないかなと思いますねもちろん足りないところがあったら、えー、先生がそこであの説明を加えるのも ここに書いてないけどあの書いてない説明を加えることももちろんやってもいいかもしれませんね。はい。えー、とそれではですね、また日曜日に、ズ、えームでね、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。フィルミレンゲー、失礼します。